こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は私の競馬論、やっていこうと思うわ。おお。今回は何をやるのかしら？この前は車台スタリオンステーション。現代の競馬ファン的にはここにスタッドインしたら成功間違いなしとは言わないが、種牡馬成功のある程度のバックアップを受けれると確定するスタッド。ここにバブル直前に車台ファーム総帥の吉田善也の種牡馬のフィロソフィーである内国産馬は種牡馬として評価しないというものがあったが、それを破ってのミスター CB で、投機的なマネーの流入。バブル景気の金余りで在宅ブームの影響と第二次競馬ブームで競馬に世間の注目が集まったのがさらに拍車をかけ、特にとっつきやすい国内で走った内国産種牡馬の新時計と価格が軒並み上がった。その結果、狂った新時計と価格や種付け量を実現してしまったわけね。まさか、サンデーサイレンスが1997年に2200万円で種付け量の日本記録を更新するまでのレコードホルダーが実はミスター CB。種付け権利が2001万円だった。とんでもないわよね。バブル崩壊後の暴落はとてつもないものだったし、ミスター CB の末路も悲惨なものだったわね。しかし、先日アメリカの地方銀行のシリコンバレー銀行が破綻したけど、世界的に新型コロナウイルスで今までお金が落ちていた産業、日本でいうと遊戯業界、まあパチンコパチスロなんだけど、そういうところがコロナで苦しむ中使われるはずだったマネーが違うところへ行った。シリコンバレー銀行は主にスタートアップ系の会社が顧客に多かったから、コロナで集まった投資などの預金が多かったんだけど、これがコロナから脱却して苦しくなり、アメリカの利上げで運用が難しくなっていって、デッドラインを超えてしまった。取り付け騒ぎを起こして崩壊。まあ、本当に株買ってる立場からするとかなり怖い局面なんだけど、言いたいことは現在日本もマスク着用が自己判断になったり、コロナからの脱却がなされつつあるということね。つまり、コロナという特殊状況でバブルになった業界と不況になった業界があるわけね。シリコンバレー銀行はスタートアップというコロナの特殊状況でバブル化したスタートアップ企業の動きで破綻した面もある。そう？今までの日常に戻る反作用として競馬ゆっくりは捉えているが、パチンコ、パチスロ業界は音と光で中毒にさせている面とギャンブルの快感が中毒になるからね。その中毒症状がコロナという特殊状況で中断され、うなるパチンコマネーが競馬に入り、収益増になった。そして馬主たちも制限された娯楽の中で馬主業をやろうとする者が出てきた。つまり、競馬はコロナの特殊状況下で勝ち組、バブル気味になったというわけね。もちろん某ゲームの影響もあるけど、ゲーム業界もコロナの特殊状況で増収増益、バブルだったしね。好循環ね。パチンコ、パチスロ業界やばくない？コロナ期間がパチンコ、パチスロデトックスになって、ホールへの客の戻りがかなり悪いからね。厳しいわね。おお。元パチンカスが言う言う。私はギャンブル中毒じゃなかったからね。パチンコ玉がジャラジャラ出てくるのが快感だったからね。中毒だった期間は本当に短期間だったけど、しまいにゃ家にパチンコ台買って、パチンコ玉が出てくるように備品と大黒のメーター買って、家で戦国乙女を打ちまくってやっとやめられたからね。やべえ体験だ。本当にマジで中毒だった時は夢でもパチンコ売ってるからね。プチュンで目が覚めた時は自分に戦慄したわ。おお。随分導入に時間を割いたみたいね。おっとっと。パチンカスの競馬ゆっくりの闇は置いといて、競馬の世界に今、コロナを中心に様々なお金が流れ込みバブルになっているということを言いたかったわけ。おお。競馬ゆっくりの動画はバブルをこれでもか、と憎んでいるわね。競馬を知っている人から見た馬の値付けが狂っちゃうからね。そして、現代のコロナバブルの競馬界、ついにミスター CB になりかねない狂った種付け量が誕生しつつある。それがついに本題に触れるけど、あの馬なわけね。そう、狂った種付け量。2023年受胎確認後600万円フリーリターン特約あり、シルバーステート。おお。
サムネは回収したけど、このシルバーステートはあらゆる競馬系 YouTuber がすごい、すごいと言ってるけど、あいつらはろくに調べてないからね。この根付けがどれだけ現実と乖離しているか。しかし、ある場所では適正価格だと断言することができるわ。どういうことなの？じゃあ、解説スタートよ。幻の最強馬能力はダントツ。シルバーステートのことを総評すのは守護馬のパンフレットの文言や一部の競馬ファンだけではない。5戦4勝。すべてを第一種の福永雄一が騎乗し、未勝利から準オープンを4連勝。新馬戦で負けた馬は後に G1 馬になるアドマイアリード。おお、大物感が漂うわね。しかし、陣営も期待していたが毎日王冠前に重度の故障が見つかり引退。無念な競争生活であった。この馬 G1 サラブレッドのクラブ馬よね。総額1億円の馬で40口。一口250万円。だいたい5000万円くらいの賞金。出資者としては泣きたくなるわね。オープンまで行ってるから走ってると言えるけど、1億円の募集総額とすれば走ってないと言えるし、守護馬になった時も、ぶっちゃけ大した値段で買い取られてないだろうし、出資者は涙目ね。ロードカナロアみたいにリース契約だったらウハウハだったんだろうけど、悲しみ。シルバーステートは受胎条件で80万円の種付け料で守護馬入りを日高の優俊スタリオンステーションで迎えた。ここに入る車台系の守護馬はある程度車台スタリオンステーションで守護馬をやったけど、ダメだった馬が行くブリーダーズスタリオンステーション以下。新守護馬が行く場合は三軍的なポジションという言説もあるわね。さすがに三軍は失礼だと思うけど、活躍する守護馬に大量につけるから、どうしても繁殖牝馬も同じ血統を持つ馬になりがちだし、そういう意味でも車台の繁殖牝馬をつけやすい位置の車台スタリオンステーションの施設的なキャパシティもあるからね。決してスタットインする先が車台の評価と断定できないということなのね。ぶっちゃけ競馬やってればわかると思うけど、どの馬の子供が走るなんてわかんないからね。おお、しかし、現代の競馬は SNS や YouTube に代表されるメディアの発達によって、私もその一部を自覚しているが、事実が曲げられて伝えられる面がある。シルバーステートは父ディープインパクト。母シルバースカヤ。母父シルバーホーク。母はフランスで重賞2勝。兄弟はオーストラリアで G1 を勝っている。両血ね。そうね。その馬が受胎条件80万円で種付けできる。ということで191頭もの種付け頭数を叩き出したわ。おお、決して安価じゃない種付け量だけど、すごい人気ね。そうね。だいたい種付け量は子馬の取引価格の約 30% 以上になると赤字だからね。300万円がいつ取引されたかにもよるけど、だいたいのペイラインね。この数字は生まれたばかりであればね、一頭の管理費や食費はどんな高い馬でも安い馬でも変わらないからね。そうね。そういう意味ではシルバーステートはある程度車台の主流から外れた車台のブランドを持つ安価な守護馬として人気を博したように思うわ。おお、そしてシルバーステートの人気を鑑みて、受胎条件100万円で、産駒誕生後支払いなら150万円と種付け料が引き上げられたが、157頭の繁殖牝馬を集めた、守護馬入り3年目は基本的にどんな守護馬でも種付け料が下がるし、種付け頭数も減少する。最初の世代の馬たちがデビューする年にこの年種付けしたするシルバーステートの産駒が生まれる。売買リスクがあるわけね。しかし、そんなことがお構いなしと言わんばかりの165頭の繁殖牝馬を集め、受胎条件で120万円の種付け料にアップするわ。もう低価格帯とは言えない種付け料ね。そして、守護馬入り4年目の2021年。人気は衰えずに受胎条件150万円で138頭の繁殖牝馬を集める。守護馬入り5年目の2022年は受胎条件でなんと600万円。しかも種付け頭数は200頭というとんでもない数である。は？ちなみに、2023年の種付け量も受胎条件で600万円継続。おお。じゃあ、やっぱり守護馬成功。産駒の活躍がものすごいわけね。それがね、
ぶっちゃけ大したことないのよ。は？例えば、今年1800万円の種付け量を誇っているエピファネイアは初年度に牝馬三冠のデアリングタクトを出し、2年目には皐月賞、秋の天皇賞、有馬記念のエフフォーリアが出たんだけど、その後は重賞は勝つけど、って感じで早熟傾向も唱えられるような種牡馬でいろいろ言われてるんだけど、このシルバーステート、2023年3月9日現在で3区の重賞勝利はわずか1勝。ウォーターナビレラのファンタジーステークスのみ。重賞勝利程度でなんでこんなに上がるの？っていうかこれだけ3区いて、重賞1勝は種付け量下がるわよ。まあ、ウォーターナビレラは桜花賞2着だし、5戦4勝で4連勝でオープンに上がったシルバーステートの息移しのようなバトルボーンもいるんだけどね。いやいや、これで80万円から600万円に上がるのはおかしいでしょ。まあ、これが競馬業界がバブルになっているっていう理由もあるんだけど、シルバーステートのみの特殊状況もあるんだよね。どういうこと？まず理由の一つ目がシルバーステート自体の問題ね。おそらくシルバーステートの血統的価値ももちろんのこと、物語的価値が私にはあると思うのよね。おお、まず、種牡馬が残した競争成績や種牡馬が持っているだろうと言われる素質は子供に遺伝するかはわからないんだけど、フェアリーキングなんかがいい例ね。で、私がシルバーステートを物語的価値があると思うのは、競争成績でそこを見せていないのもあるし、福永雄一がダービーを狙える馬が出てきた、とにかく規格外のエンジンを持っていた馬でした。排気量の大きさで言うと、今まで乗った馬の中で間違いなく一番で、その評価はコントレイルと出会った今でも変わりません。と故障に泣いた悲運の名馬みたいな物語性があるし、物語的に種牡馬でその無念を晴らす、という無意識な物語空間が形成されているように見える。その証拠に競馬関係者の一部は勝利した4戦は全てノーステッキで持ったままの落勝。そのレースぶりに底知れぬ能力を感じました。無事ならば間違いなく G1 タイトルの一つでも取っていたでしょう。と競争成績の物語性。まあ実現されていない未来完了形の表現だけど、そういう言説からも伺えるわ。全てが想像上で得体の知れない価値観を生み出しているわけね。そう。そして競馬ファン、特にやたら社代を敵視して日高を応援するという人は一定数いるんだけど、彼らの金銭にも触れてしまった。どういうこと？ネットや YouTube などでは日高を持ち上げたり、安物の何は武士が好まれたりするからね。そういう人たちが社代スタリオンステーションに入れなかった、つまり社代が評価しなかった日高に売られたシルバーステートの逆襲という物語を消費してるのよ。だって別に社代って社代スタリオンステーションの馬だけに持ってる繁殖品ばつけないでしょ。なんでそんなことになってるのよ。まあ、そういう思い込みね。物語にライドするには都合がいいんでしょうけど。お前、口を慎まないと荒れちゃうわよ。にっこり、まあ、こういう経緯。目に見えない価値がシルバーステートの初期の人気は影響して、種付け頭数を増やしたわ。この無事であれば最強馬だったという言説と父ディープインパクトの格安版種牡馬。実は日本で人気を博した種牡馬で一つ過去に事例があるわ。それが小島太に無事なら確実に三冠を取っていた天皇賞、有馬記念、全部勝ってたと思う本当の史上最強はこの馬と言われた馬。桜ロータリーである、3戦3勝。故障で引退したが、日高の司法東証ボーイ3区の桜ロータリーは初年度から当時にしてはそれなりの数の57頭。しかし種牡馬入り2年目は104頭。以降93頭、82頭。と高い人気を誇った種牡馬であった。おお、しかし、桜ロータリーは重賞馬を出せなかった種牡馬で種牡馬としてはあまり結果が出なかった。そのため、晩年は失敗した種牡馬として生活したんだけど、シルバーステートと桜ロータリーには故障で最強馬の実力を発揮できなかった物語性があるが、現時点で両者には溝がある。それはどうしてか？シルバーステートは種付け量を上げたが、桜ロータリーは種付け量を安価にしていたことだ。つまり、桜ロータリーは3区を確保するために種付け量を据え置いたわけね。まあ、
サクラロータリーはトニー・ビンやサンデー・サイレンスなんかと戦わなきゃいけなかった。というのもあるからやむを得ないんだけどね。現代の内国産シュボバでも十分やれる土壌もなかったのが痛かったわね。しかし、シルバーステートは種付け料を上げた。2023年3月9日現在でアーニングインデックス 1.25 だからもともとそれなりにシュボバの能力はあったのが大きいわね。まあ、付けられた繁殖品場の質を表すコンパラブルインデックスは 1.0 で可もなく不可もなくだし、総合して考えるとそこそこ優秀ね。種付け頭数も確保できていたし、産駆の出来も良かったわけね。結局、走ってみないとそこら辺わからないけどね。サクラロータリーだって、産駆の子馬時代は評判良かったし、おお。でも、種付け料600万円の理由としては薄いわね。そうね。ここで二つ目の理由をぶち込むけど、明らかに2022年の150万円から600万円に種付け料が上がって、200頭の花嫁を迎えること自体おかしいわよ。それに重賞馬はウォーターナビレラしかいないわけだからね。何かあったわけね。はっきり言って、これがシルバーステートがサクラロータリー路線。種付け数を確保するために種付け量を安価で据え置きにした路線にならなかった理由にもなるんだけど、馬体がいいのか、めちゃくちゃ競りでは高値で買われていったの。おお、2019年は3頭競りに出て、最高落札額が7992万円、平均落札額5292万円、中央値が4644万円。これは全部セレクトセールの搭載部門だから高くなるの当たり前なんだけど、すべて車台系が出品者ね。しかし、種付け料受帯条件80万円でこの価格は、ボロい商売ね。ちなみに2020年、受帯条件100万円の時の産駒は競りに出たのが40頭。最高落札額が5280万円。平均落札額1056万円、中央値が605万円、結構下がったけど、こんなもんね。でも100万円なら産駒の出来が良ければ、夢が見れるわね。2021年、ここで何かあったから600万円になったんだけど、種付け料受帯条件120万円で競りに出たのが33頭。最高落札額が2億8600万円、平均落札額2557万円、中央値が1540万円。はぁ、爆上げしてるじゃない？最高額のゲームがめちゃくちゃだけど、中央値も1540万円だからね。マーケットブリーダーとしては最高のシュボバじゃない。だから一気に翌年に4倍。2022年の600万円という種付け料になったわ。でも中央値の1540万円だと種付け料600万じゃ元取れないわよ。そして、2022年の競りの動向なんだけど、受帯条件で150万円競りに出たのが36頭、最高落札額が9240万円、平均落札額1834万円、中央値が1100万円。2021年と比べるとかなり下がってるわね。これで2023年も種付け料600万円継続はね。だいぶ、マーケットブリーダーも手が出せなくなっているわね。この傾向もシルバーステートの本当は最強馬という物語性が馬を飼う馬主層にもある、と考えられるわね。そして、シュボ馬としての能力もそこそこあるし、メディアやネットですごいすごいと物語込みで言われちゃうから高くなったと考えられるわ。おお、競馬の世界でもこういうメディアで値段が上がる。ということね。まあ、ぶっちゃけここからの話は日高に幻想を持っている人やシルバーステートが車台に捨てられて、日高の星になった。という物語の信奉者には苦しくなる話なんだけど、シルバーステートの5000万円以上の高額落札場は6820万円の丸森バニーを除くとゼロ。しかもセレクトセール、ノーザンファームミックスセールでの取引がすべて、つまり、シルバーステートで大儲けしているのは車台系ということね。そういうこと。そして、その夢のおこぼれをいただくために日高の牧場がシルバーステートにつけて、高くて2000万円程度、安いと1000万円を割り、500万円近辺の落札額に落ち着く。これは、車台に捨てられた本当はすごい最強馬の日高からのリベンジ、
という物語にライドした人間には辛い現実ね。結局はシルバーステートは車台に捨てられているわけじゃないし、一番シルバーステートを輝かせているのは車台なわけ。これはひどい。しかし、それならなぜ車台スタリオンステーションに今からでも入れないのかしらね。これはうがった見方だけど、そういう物語性で馬の値段が上がるならそうするでしょ。おお。だから、シルバーステートは初期は幻の最強馬で種付けを集め、産駒の出来もさることながら車台のセレクトセールで高額落札され、マーケットブリーダーに夢を与え、人気が加速し、超高額落札で600万円というハイグレードな馬になったってわけね。重賞馬は1頭しか出てないけど、これはひどい。各種指数を見るとシルバーステートはそこそこ期待できる種母馬だけどね。でもさすがにこの金額じゃね。そうね。物語性と車台のプロデュースで活躍馬がほぼいないシルバーステートはこれからどうなるのであろうか。桜ロータリーの先を歩くシルバーステートの道はとにかく競馬以外の価値観で値段が上がってしまったから、競馬的な価値観、活躍馬の存在が何よりも先決だ。しかし、一向に出ないのよね。故障しがちな馬は子供も故障しがちになるからねー。ニヤニヤしてやがる。以上になります。正直、バブルの匂いがするのよね。シルバーステートには、すごいすごいっていう動画しかないからね。だいたい種母馬の価値は走らせてしばらくしないとわからないけど、シルバーステートの例は明らかに種付け量に見合ってないから乖離がすごいのよね。どういう意図なのか聞いてみたいものね。やっぱり今は生産者にマーケットブリーダーが多いから走る馬よりも売れる馬だからね。ある意味シルバーステートは時代が求めた種母馬なのかもね。でも種付け量600万円じゃ、そうそうつけられないわよ。そうなのよねー。だから私は車台系が独占するために値上げしたと考えてるんだけど、ただ怪我に弱いのは遺伝するからね。ある意味、走る馬を出すのと売れる馬を出すのはノットイコール。そういうこと。だから私は絶対に手を出したくない種母馬ね。また荒れることを言う。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。